中華街で食べ歩き。にぎわってるやん。にぎわってる。うん。何食べる？とりあえずあったかいもん食べたいな。天津食べたいわ、せっかくやし。あ、わかる。なんとかまんとか。もうなんか最初のやつ悩みすぎて、もうこのままこうバーって家ついてるとかない？ここなんかいろいろ並んでる。並んでんな、なんなんや。並んでたり並んでなかったりちゃんと分かれてるよ。めっちゃ美味しそうやねんけど。いきなり並ぶ。なんか並んでるところが美味しいんちゃう？それはね、ほんまにそうやと思う。基本的に小籠包とバーガー行く。美味しそう。今日来た、美味しそう。美味しそうやん。美味しそう、うん、美味しそう。これで380円安いと思うねんけど。確かにベンチスペース、うん、お腹すいたわ、ほんま。わかる。うん、でもよくある中華っぽい味っていうか。え、豚だってなんか3枚ぐらいあったのに。え、え、そう？もうないやん。さあさ、これ何並んでんの？え、並んでんのこれ。あ、ほんまや、あの店じゃん。え、パンだけ。あ、久々やな、小籠包は。うわ、いたね。うん、うん、いける？うまい。うまい。あー、小籠包うまいわ。小籠包の方がうまい。うまい。うん。汁あふれるときにいいリアクションすんな。いや、これがうまいわ。うん、それがうまいな。あ、今汁あふれたなってもうわかる。美味しいわ。うん。めっちゃ並んでたから便乗して並んでみる。並んでるとこがうまいから。うん。ちょっともうすぐやねんけどさ、これ正直何の列に並んでるか知らんねん。多分豚まんやんな。多分豚まん。でもこれハンバーガーとかだどうする？1個90円、3つより。これまた小籠包やったりして。豚まん発祥の店って書いてるけど。え、でも1個90円っておかしくない？安すぎやろ。こんなん。え、ちっちゃ。小籠包みたいに見える。でも小籠包でもない。でもないな。なんかミニやん。ミニやな。こは何にしたんだお前。すごい。ここにする？こういう感じか。コロコロや。コロコロや。あ、柔らかい。うん、食べなはれ。いいの？うん。うまリアクションよ。ニラめっちゃ効いてるわ。私、カムクララーメン大好きやんか。カムクラを豚まんにしたみたいな味。どんな味やねん。いや、めっちゃ美味しい。あ、うまいうまいうまい。いや、めっちゃ美味しい。並んでよかった。うん、あ、うまいわこれ。お肉な。これうまいわ。うん、なんなん、中華街めっちゃ楽しいやん。なんで来てへんかったやろ。うまい。うん、普通の豚まんとか。もう一回並びたいね。なんかスープ系いく？あ、なんじゃこりゃ。めっちゃ並んでる。もちもち焼きじゃがまん。あ、じゃがまんちゃう？じゃがまんやん、これ。知らん。じゃがまんはまあええわ。すごい。迷子になったかと思った。あれとって後ろおらん。どこ遊んでた？ラーメン見てた。もうちょっとで迷子センターです。え、いい？いいよ。刀削面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 。じゃあこれ。来た。うん、もちもち。意外と熱いし。あ、そうなんや。これ入れた方がいいんじゃん。入れていい？いいよ。さっきより味ついた。これ入れたろ。わかる。それ剥がして。何の顔やねん。そうやって噛むんが正解やった。おいしい？うん。腹いっぱい。腹いっぱい？え、ごま団子食べたい。ごま団子？え、ごま団子買う？うん。うん、あー、こんな感じで食べる。ちょっと、こっちの方がでかいんちゃう？え、ほんま？ちょっとやめて。戦いしよう、戦い。危ない。あ、冷めた。冷めた。冷たいけど美味しい。ん？スカスカやねん。さあ、お腹もそろそろいっぱいやし。無理。え、もう無理？終わり？なんか食べようか、最後。なんか食べようか、いらんか。ほな、ワイが言ってた豚まんのとこ行く？あ、豚まん食べる？うん、食べようか。
ぎわっとる。これ、いかんろ。もう食べよう食べよう。ちょっと予定変更。あと一人やった。これ、あら、あ、開いてるわ、餃子。餃子だけ、うん、餃子しか。そう、そうなの。入ったら何人前ですかって言われて。そう、だって餃子しかない。いでかいな、これ。あ、入れます、入れます。いや、いいです、いいです。乾杯。うまっ。うまっ。てか、今日飲めるって、さっき気づいたわ、そういえば。もうだって止めてもってるもんな。そやな。来た。味噌だれ、これ。そう。あ、うまい。ごちそうさま。うん。美味しかった？美味しかった。ごちそうさまです。ああ、いっぱい食べた。美味しかったな。うん、いっぱい食べたな。ほらもうちょっと電話の時間近づいてるから。ほら。ほら。ほら。はい、さよなら。さよなら。